はい。えっ、ー、と、本日もご視聴いただきありがとうございます。江野本晋作ですで。このですね、えっ、ー、と、今日の撮影、これで最後かな <laughs> これで今日もね、めっちゃ頭回ってないので、この前の前の前の回の動画とか何回か見ていただいてる方、ほんと申し訳ございません。えっ、ー、とね、ちゃんといけるように、あの、い、あの、したいと思います。もう、本当だも回っい。今日すっごい疲れたんですよ、朝から。 でなんでだなぁと思ったんですけど、理由が見当たらないので、多分言い訳かなと思いますし、あの、ちょっと休息の仕方が下手くそだったかなと思います。だらだら休息しちゃうとダメですね、やっぱ。あの、しっかり、なんだろう、あの、アクティブレストって言うんですけど、あの、なんだろう、例えば山,山登るとか、なんか、その、まあ、スマホ見ないでしっかりと読書をするとか、体を動かすとか、なんかその、 いわゆるアクティブに休息を取ると、と、解明をするっていうのはすごい大事かなと思うので、皆さんもね、ちょっとね、画面ばっか見て疲れた時に、あの、参考にしていただければと思います。関係ない話から来ちゃったね。はい、じゃあ今日の質問行きましょう。これ、ドン。えー、専門学校とのダブルスクールは、将来のキャリーにどのような影響を与えるか気になりました。はあ 僕、ダブルスクールの話はあんましてなかった記憶があるんですけど、まあ多分誰かから聞いたんでしょうね。ダブルスクールの話。うん、じゃあこれ答えていこうかな、えっと。将来のキャリアにどのような影響を与えるかなんですけど、そのダブルスクールの片方で学んでたものの話だと思いますね。で、うん、僕の大学ダブルスクールしてる人多かったんですよ。 あのなんだろうその司法書士の勉強したりとか、税理士の人もいたかなとか、まあ、いろいろあるんですけど、何々士みたいな勉強をしてる人は多かったですね。公務員試験の勉強をしている人も多かったかな。で、じゃあ、キャリアにどう影響を与えるかなんですけど、そこで学んだことを仕事に使うかどうかっていうところでは大きな影響あると思います。例えばだから、 なんだろう何々市を目指す、だから何だろう、その司法書士を目指すとか言って、じゃあ司法書士系の知識使おうと思ったら、まあ、会社設立支援をするみたいな、そういうまあ事務所だったりとか、もしくは、そのいわゆるバックオフィスって呼ばれるんですけど、法務部とか、その経理部とか、まあ、その経理、人事、法務とか全部兼ねてるような会社もあるんですけど、かなりざっくり言うと。 そういうところに配属されて、まあ、セールスよりも会社を守る、守るっていうか、その、会社の事務的なところとか仕組み作りのところが好きだっていう、そっちのポジションにつくかっていうところにも影響すると思うので、あの、興味があったらやってみたらいいと思うんですけど、その勉強してみたりとか、そういう知識を学んでみて、で、実務で使ってみ、か、そこか実務、まあ、仕事をしてからでいいやっていうならそれでいいんですけど、それが合うかどうか、もしくは好きか嫌いかっていうのを、ある程度やってから決めた方がいいと思います。 でこれね一つ注意しなきゃいけないのがあの、ね、ある程度やらないと好きか嫌いかって見えてこない時があるので、ちょっと苦しい時にもう嫌だってなっちゃったら、それ何にもならない可能性があるので、ちょっと頑張った方がいいと思う、それは。うん、っていうのは、まあ、僕は今まで経験上あるところですね。まあ、僕もね、今実はあの英語の勉強してるんですけど、あの英語ね、基本的にあの何度か突破できる。 感じる強引な英語をしっか使ったんですけど、ちょっと真面目にちょっと資格っていうか、その試験勉強ね、TOEIC じゃないんですけど、ILS ってやつの勉強してて、まあ、非常にくじけそうになる時とかあるんですけど、こんな英単語いつ使うねんっていうのもんがあるんですけどね。だからそれを一応やってはいるので、あのね、あの、まあ、辛い時にね、ちょっと乗り越えてみる。で、それでもダメだと思ったらもういいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。 まあ人によりますが、まあ、そんなこと思っといていただければと思います。じゃあ次行きましょう。まあ、えっと仕事に直結,直結するパソコンのスキルは何ですかえー、仕事に直結するパソコンのスキルまあなんか、なんかパソコンやりたいなっていう感じなんでしょうね。僕もあの記憶に新しいので、えー、っと記憶に新しいじゃない、えー、っと記憶にあるのでこういう状態の時、あの僕の経験値からお話しさせてください。 こういうのね、基本的にワードエクセルパワーポイントみたいなところをやっちゃう人多いんですけど、それはそれでいいんですけど、個人的な経験的な観測から言うと、ウェブサイト、ウェブサイトを作れる力っていうのは、割かし汎用性が高いのかなと思いました。広報活動とか営業とかそういうのに就きたい人とか、パソコン長い間使うような人たち。で、まあ、まあ、結果的に言うと、そのコーディングとかプログラミング勉強しちゃう人もいるんですけど、ちょっと ちょっと待ってほしくて、もう一歩手前ぐらいでいいと思ってて、でこれ、具体的に何やったかっていうと、例えば Notion っていう、今サービスがあるんですよ、Notion っていう、リズム発音どっちか分かんないけど、まあ、Notion っていうのがあって、Notion っていうサービス使うと、ウェブサイトが本当に一瞬で作れちゃうぐらいな世界観なんですよ。 で、それもね、なんかみんな、あの、触らないで結局放置しててみたいな話になっちゃうんで、まずそのソフトウェア使って、自分の個人サイト作れましたって言ったら、まずスクキルとしてある。で、コード一行も書かないでウェブサイト作れるようなサービスとしてワードプレスっていうのがあって、で、Wordpress を設置しようとしたときに、あの、まあ、あワードプレス s s c o m っていうのもあるんですけど、専門的な話すると、できればドメインとサーバーを取得すると。あ は何々、ちょめちょめ .com っていうのはドメインで、まあ、僕らと新作絵の具と .jp っていうのを取ってるじゃないですかで。それをレンタルサーバーっていうのに借りなきゃいけないんですけど、レンタルサーバーっていうのを借りて、でその中に、えっ、ー、と、あのまあ、ちょめちょめ .jp っていうのを紐付けるんですね。それ紐付けた後に、ワードプレスっていうのをインストールして、で、えっ、ー、と、テーマっていうのがあるんですけど、テーマってテンプレートね。テーマを入れてみたいな。 でこれ一連の作業で基本的にはと行動をいじる瞬間ってないんですよ。ただこういうふうにもうドメインわかんない、レンタルサーバーわかんないみたいな感じで入っちゃうか、そうか、それぐらいはもう分かりますよみたいな。それはわかるし、自分でサイトも何個か動かしてます。ブログとかの更新もできますとか、そういうところだったら結構いいのかなと思うので、あのウェブサイトを作れる力、それも自分でコードをスクラッチから書くって話じゃなくて、ワードプレスぐらいまでは、 できた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。であともう一つ大事なのが、えっと、Google ドライブ Google ドライブで、えっと、Google ドキュメントあるじゃないですか。皆さんいつも使ってそうなやつ。あの、まあ、Google、あの、スプレッドシートえっと、Google のあの、ワードみたいなやつだね。Google Docs のドキュメントに変ンているん、ね、多分、Google ドキュメントで、Google スライドもしかしたら、いちいちサービスの名前意識して使ってないんですけど、まあ、あの辺とか、あの辺とかをやった方がいい気がしますね。えっと、Word Excel PowerPoint の Microsoft のやつよりは。 という感じね。で、例えばオンラインサロン入った時にスラックとか、あの、あるので、スラックでやってるオンラインサロンとか、その辺とかでスラックの使い方を覚えるとか、そういういわゆる世の中に出てるソフトみたいなやつを、こう、そつなく使えますよ。で、こういうことやりたいんだけど、そのググればできますよぐらいな感じまで持ってけると、結構いいかなって思います。 はい、も,う一もう一問ぐらい。あ、でももう一問ぐらい行こうと思ったけど、次、あの質問のカテゴリー分かれるから、今日ここまでにしとこう。あの次、生き方についての質問来ますね。えっと、どんな質問から来るんだろう。落ち,落ち込んだ時どう切り替えてますか。<laughs> これ、俺も知りたいぐらいだっていうふうに思うんですけどあので、ちゃんと僕答えようと思いますので、一旦ここで今日は終えたいと思います。次回、ここから行きましょう。はい。えっと、本日もご視聴いただきありがとうございました。では、では。